だいぶ長かったですねこれ、うん、もうでも世界史の勉強全部詰まったと思うんで、やっぱり肝は基礎がどれだけ早く完璧に終わるかっていう、もうそこに尽きるとは思うんですね。武田塾チャンネル。今回じゃあ新企画何しようかっていうことで、はい、受験生が本当に知りたいのは何なのかと、はい、よく考えたわけですよ。何なんですかね、うん、紹介者参考書の具体的な使い方とか、はい、その教科の勉強法だと思うんですよ。なるほど。それをちょっと教科ごとに順々に紹介していこうかなって思っています。お、はい、そのコーナーその名も、その名も教科別勉強法と。で、はい、世界史の、はい、まあ、大体の年間計画というか、はい、大体どのレベルにどんぐらいかかるのみたいな目安を話していこうかとは思うんですけど、お願いします。要はその日大レベル、はい、センターレベルっていう、はい、まあ、通試大体終わって、うん、センターの過去問とかね、はい、あの簡単な問題集終わるぐらいのレベルっていうところなんだけど、はい、これは本当にナビゲーターどんだけかかるかによると思うんですよ。うん、そうですね。ナビゲーター結構長い人は長くかかっちゃいますからね。うん、ですね。はい、で、まあ、早い人なら2ヶ月、うん、かかる人なら 3,4 ヶ月かかっちゃうと思うんで、うん、まあ、しかも定着度もあるからね。はい、まあ、ここで大体変わるんだけど、はい、ほんまか標準4ヶ月かかって半年、うん、6ヶ月かなっていうぐらい日大レベルが終わりきるんですね。そうですね。うんうん、で、まあ、ここさえ終わってしまえば、はい、逆に世界史はかなり楽になるとは思うんですね。うんうん、確かに。でこれ半年超えちゃうようだと、はい、多分1年かかっても下手すりゃ終わらない、あの通信忘れて覚え直しての繰り返しがあるので、そうですね、どれだけかかっても半年までには終わりきるように 目標としたいっていう。確かにですね。伸ばすのも伸ばすほど今度あれですよね。初めやり直すのは長くなりますよね。そうそうそう、やり直すまでの時間が、はい、ですよね。うん、で、うん、じゃあそのセンターとか日大レベル終わった後、はい、まあ、マーチレベルと言われる、はい、まあ、オンリーワンとかですね、はい、あの辺やるのにかかるのが大体2ヶ月、うんうん、ぐらいかな。かかりますね。まあ、過去問までやったら3ヶ月はかかるかなっていうぐらいかな。はい、まあ、ここまでで早い人なら大体7、まあ、6ヶ月7ヶ月ぐらい、でまあ、ちょっと遅い人だと9ヶ月ぐらいかかっちゃうかな。はい、だから、はい、まあ、春から始めてもここまでで、まあ、あと過去問しかやる時間ないかなって人も結構出てきちゃうかなっていう。そうですね。うん、まあ、10年までかかると9ヶ月ぐらいですね。でここ終わってさらに時間がある人たちは、はい、まあ、例えば論述あるなら論述やったりとか、はい、まあ、問題集やるなら100題とかやったりとかっていう段階に入るんですね。なるほど。まあ、できれば過去問挑んでみて、はい、いるかいらないか判断しての方がいいとは思うけど、うん、まあ、そこに使う時間が大体2ヶ月ぐらい。はい、うん、これはもう志望校ごとに対策が変わるから、うん、過去問対策しつつ、まあ、分野別対策してみたいな、はい、うん、感じでいいかなとは思いますね。うん、確かに。うん、で、まあ、世界史の結構やっぱり肝は基礎がどれだけ早く完璧に終わるかっていう、もうそこに尽きるとは思うんですね。そうですね。世界史はそこができちゃえば、うん、あとはもうそんなになんか上のレベルに上がるからといって、うん、まあ、日本史みたいに難しくならないですよね。はい、で、どん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 なんていうか、いろんな方法から同じ出来事をつな違う角度からつなげられるようになっていくっていう、はい、うん、風に なるのがやっぱり理想かなっていうふうには思うんです ね。横の長いだけじゃなくて縦もとかですね。はい、はい、まあ、なので、とりあえず世界史がね今勉強始めるって時に考えるのは、はい、いかに早くね完璧に通称終わらせるかい、はい、視点を絞って、はい、そこをちゃんと乗り切ってね、うん、センターでとか日大の過去問ぐらいで高得点トレーニングして、うん、そこから時間が許す限り上のレベルまでやっていけばいいと、うんうん、どうしても時間がなかったら過去問をねメインでやっててくれればと思いますので、うん、ですね。はい、ということでね、はい、世界史の勉強法をね、はい、まあ、ざーっと喋っていきましたけれども、そうですね、だいぶ長かったですねこれ、うん、もうでも世界史の勉強全部詰まったと思うんで、うんうん、これは最後しっかりね、もしちょっと忘れたなって人はもう一回ちょっと見直したりして、うん、はい、初めから見てほしいですねこれは。ですね、まあ、はい、各段階の勉強法から、うん、ざっとの年間のスケジュールとかもあるんで、はい、今の自分のね状況に合わせて、うん、自分はどうやってやっていこうかなっていうのを考えて、使っていってもらえればと思います。まあ、シーズンシーズンでね、はい、各段階終わったらまたその、ね、次の段階を見直してみたいな風に使ってもらえればと思いますので、はい、はい、ですね、はい、はい、頑張っていってください。はい、はい、山口先生、はい、
このね、今回の動画でも紹介したような、はい、いろいろな勉強法とかさ、うん、各教科の参考書とか、はい、うん、いろいろ受験についての情報とか、はい、めちゃめちゃいろいろ載ってるサイトあるじゃないですか。ありますね。あの逆転合格 .com ってサイトなんですけど、はい、それがね、こちらから、飛ぶことができますね、はい、こちらですね。で、まあこれ見てもらえれば本当に滝大塾のやり方全部書いてあるんで、はい、だちょっとね、文字だと辛いなって人向けに動画もありますね、はい、この滝大塾チャンネルっていうね、はい、こちら、そうですね、この登録がこちらですよね、はいはい、こちらに行ってもらえればね、あの過去の動画も全部見れますので、はい、うん、ぜひ見てもらえればと思います。です、うん、中井さん、もう一個ありますよ。おさらになんとこの下、うん、あ下、ね、はいはい、コメント、ああそうだね、はい、うん、この動画を見て、なんか疑問に思ったことは、はい、もう僕ら一つ一つ返していきますんで、はい、もう皆さんもう続々とコメントしてもらえればと思います。はい、はい。